はい、どうも亮平です。よろしくお願いします。はい、本日1月3日、千葉県船橋市の前原スポーツさんに来ております。はい、ということでね、あれからまたちょっと、接客等々させていただきまして、ということでね、はい、何個か僕も気になるグローブがあったので、ちょっと見ていこうと思います。まあその中でね、どれか買おうかなと。お、僕といえば2年連続前原さんでグローブ始めをしているので、今年もちょっと2年連続、去年1月3日でもないけど、まあその後に来て買ってるんで。去年はマチャビ何買ったんですか？スラッカ。一昨年は？スラッカ。今年も？そこだったんだよ。なるほど。前行きましょう。はい、去年一昨年スラッカで迷ったって言ったじゃないですか。はい、今年もちょっとこれ迷ってるんですよ。これ渋ない？トレンチ、スラッカトレンチって言うんだよ、ね。はいはい、キャメルのことトレンチって言って、ベースがバーガンディ。バーガンディ、そう、渋いで、型が AR5。 はいはいはい、AR5。 うん、比較的、まあちょっと縦目かな。あ、もう見るからにもう縦型だもん。うん、ちょっとボックス気味。はい、で、スラッカーだけど、まあさすがの前原さんの片付けですよ。硬さも残ってますよと、湯もみはしてあるけど、ね、片付け済み、済みなんですね。あ、ほんと、あ、書いてある。あのね、前原さんはスラッカーは片付け済みです。なるほど。基本的には。あ、まああれか、限定とか。それでもプロモデルもね、実はちょっといい、プロモデル並んでるんですよ。これ限定なんですよ。ほう、高橋選手、これ限定なんだ。はい、大和選手、浅村選手、これ過去の動画でちょっと紹介はしてるんですけど、はい、もう湯もみ片付け済みです。へー、スラッカーといえばね、湯もみして完成のグローブなので、さすが前原さんだなといったところです。なるほど。じゃちょっと気になったの1個目これね、はい、でちなみに言うと、まあこれちょっと僕小さくて無理だなぁとは思ったんですけど、まあ同じ色のワンピースエッジ付きのグローブもあります。これ AR4 かな。まあ4買うんだったら、僕だったら AR5 かなとは。じゃあその4と5の違いは、大きさがまず違います。あ、大きさ、はい、うん、4の方が小さい、ちょっと小さいぐらい。あ、そう、ちょっとカメラでもあんま分かりにくいけど、ちょっと小さいぐらいか。ちょっとほんのちょっと小さいとか、うん、なるほど。基本的にはほぼ、まあ、あとはこっちの方が広いかな。はめてみたらね、結構小さいって感じは分かる。ちょっと小さめだなって。だから昔の西選手みたいな、巨人の。あ、ちょっとこう丸い感じ。うん、でもスラッガーの当て取り感はそんなないかもしれない。掴むっていうタイプ。そう、どっちかからね、西選手とか荒木選手とかのワンピースに近いかなと、はい、感じです。まあ、そういえばキャッチャーなんでね、はい、もう正直ほぼほぼ気になってます。はい、どうぞ。やろうちょっとこうな、はい、あ、はい、ほぼ気になっております。はいはいはい、この辺ね。で、その中で気になってるの1個目、はい、はい、これです。うわー、これすっげーな。ゼブラ2023年のクボタスラッカーオールスターモデル。去年のオールスターでパリーグ出ましたね、スラッカー使ってる選手、若月選手モデル。あ、なるほどね。ラベルがさ、ラベルがさ、同じ柄してんのよ、うん、ツーピース。はいはいはい、なかなかちょっとないかな、軟式用では。昔安倍晋之助選手が、ちょっと待って、補給部やばすぎる。すごいね、すごいね。ちょっと待って、これ両さん気づいてました？文字になってる、ここ、スラッガーじゃないのこれ。ああ、なのかな、もしかしたら。そうかもしれない、文字っぽくない。え、しかも小指に刺繍入ってるよ。本当だ。まあスラッカーは限定でたまに刺繍入ってる時あるけどね。へー、これ文字だよね多分。どうなんだろう。あ、これでしょ、これスラッカー SLL じゃない？ S、うん、L、スラガーじゃない？ああ、そういうことか。こういうことね。そうだね、まあ、向き的に言うとスラッカー、多分そうだと思う。なるほどね、すげえこれ。すごい。でスラッカーにしては、はい、半端ない硬さしてる。畠山ぐらい硬い。あ、ほんと、うん、っていうようなの、まあ、まずこれがちょっと気になった1個目、はいはい、気になった2個目、これはね、前の動画でも取り上げさせていただきました、北海道日本ハムファイターズ伏見トライ選手モデル。いやー、それもまた青、鮮やかな青、でかい。まあ僕はね、普段でかいミット使わないんで、はい、基本的にはちっちゃいミットを使うことが多いんですけど、まあ鮮やかだよね。これはもう色に、色がいいね、いい青感じです。まあ、竹山なんでね、重くてでかくても音は鳴るんじゃねえかと、うん、その補給っていうことだけに関してはやっぱり素晴らしいミットになるんじゃないかな。やっぱでかいしね、分厚いから取ったら出てかないしっていうのもあるしっていうのが、これまず気になった2個目。
まあ、詳しくは前の動画でも取り上げてはいるので、はい、そっち見てください。まあ、でかい深い、これがキーワードです。はい、そして3つ目がこれですね、はいはい、これもね、前ゴールデンウィークぐらいの動画で出してるかな。まあ梅の選手モデルとは言ったんですけど、まあモデル出すのは控えましょう一応ね、そう、まあ、の知る人ぞ知るというような型番ですよね、まあ、これね。 SSK のキャッチハビット使ってる選手って言ったら、うん、まあって感じではあるんで、契約は多分してないから名前控えた方がいいかなと思いますが、あの選手モデルです、はい、千葉にいる最年少完全試合の相棒です、はい、の選手のモデル、はい、まあね、さっき言った通り U ループ入ってたりとかで、はい、でここがね SSK 薄いんですよね。さっきの伏見選手モデルとは違ってスムーズに入ってくる。あ、確かにね。で、こう見るとそう、握り替えの時にここに当たらないっていうのもあるしっていう点で言うと、まあこれはどちらかというと僕向きな感じな、普段使ってるような感じに近いような、はい、この3つかな、僕が気になったのは。で、この3つ今出ましたよ。で、まあなんならスラッカーもね、はい、あります、4つありますね、はい、年始イベントですから、やっぱり年始めにね、やっぱグローブを買って年を明けるっていうのがこの僕らの毎年なんかルーティンになってるじゃないですか。まあ行った方がいいんじゃないですか、景気づけに。やっぱりまあね、ここに来て1個問題があるとするならば、はい、僕キャッチャーミットどんだけ持ってるんだって話ではありますがまあ普通のグローブもね、はい、何や守んないですから、どうせだったらたくさん持っててもまだ使う可能性のあるちょっとキャッチャーミット買うならば、はい、にしようかなと思います。お、はい、ってことは今ご紹介した中で、はい、さあどれに行くんですか。これにしようかな。はいはいはい、はいはい、紹介してないね違うだろ。ちなみにこれは改正モデルです。あめだって分かるかい。持ってますからね、改正モデル。あ、そっか、あ、持ってるやつか。そうです、普段僕が逆に全く使わないだろうタイプの。おー、ってことはもしかしてですよねはいはい、この大きくて、そう、深くて、はい、これにすると、まあそう、マッチもめちゃくちゃ太い。確かにさっきの茶色いやつと比べると全然違うもんね。まあ僕っぽくないミットなので、本当だったらね、今気になるグローブの中に入れなかったですけど、ちょっとすいません袋から開けてないんで申し訳ないです。この M8、伊藤光選手型の青と黒いミットもね、すごい気になりはしたんですが、ちょっとこれにしようかなと。まあ、使ってないからこそ、そう、ちょっとまあ、ある新たな試みというか。そうですね、まあ、使ってみて、うん、ハマるかもしれないしね、うん、まあ、取る分にはさっき言った通りめちゃくちゃ特化してるものではあるので、はいはい、まあ、あとはスローイングにどう僕が持っていけるかってところで、逆に深いからね、そのスローイングの部分を早めるっていう自分の練習にもなるかもしれないので、はい、そういった点も含めてちょっとこちらの伏見トライ選手モデル購入しようと思います。購入、はい、購入、はい、ありがとうございます。あとは向こうで翔さん、ジャケットに。ちなみに何度も言うように今日は翔さん負け越してるんで、じゃあこれ次行くよ。最初はグッ、OKOK、ポリッ、勝負、勝った勝った見ろこれ、見ろこれ、ああ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 あいや、だったら自分で見てもいいかな。自分動画撮ってやるよ、自分。多分動画の、だ、俺のやつ動画したんですよ、うん、動画撮ってくれ、動画。じゃあ、スラッカー動画きつい。じゃあ、どうですか、自分でします。はい。いやー、ほんと。はい、ありがとうございます。はい。伏見選手モデル、手に出ました。じゃんけんも勝って、今年はコロナにもかかってなく、普通に来れたので。普通だよ、体調管理の問題だろ。はい。ということでね、前原スポーツさん、いつもいつもお世話になっています。今年も元気を出したイベントの方はまだまだ続いておりますが、この後もちょっと頑張っていこうと思います。前原スポーツさんの各種リンク概要欄にありますので、チェックの方よろしくお願いいたします。すみません、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。あ、じゃんけん勝利おめでとう、翔平なあ、俺のものに落書き好きね。あ、俺のアップ集に落書きしたもんね。じゃあ、メルカリで。いやいや、よくないよくない。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、よいしょー。じゃんけんで勝ったからな。
残念でした。はい、残念でした。チョコでしたっけ。チョコ、こっちにあるチョコ。ありがとうな。ありがとうございます。ありがとうございます。いい笑顔、いい笑顔。いい笑顔、OK。走走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 走